らっしゃい。さあ続いてはまさご町食堂です。今日の先生は中華、記者場さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今回は中華料理の定番をリクエストしております。今回のメニューはこちらです。あんかけニラ玉。はい、まいちゃん、はい、あの文字のデザインが変わった。あ、ちょっとこう家風に、ね、なるほどね、ご自宅でも美味しいものを召し上がっていただきたいと思いまして、ね、はい、いや中華の定番、僕あんかけ大好きで、当然ニラ玉も大好きなんで、はい、楽しみにしてきました。今日そうですね、はい、はい、冬にもねぴったりですから、うん、ぜひ作っていただきたいと思います。では作っていきましょうか。材料がこちらです。まず卵ですね、4個用意しています。そしてその他具材がきくらげ、ニラ、玉ねぎとなってますが、まあ何でもこのあたりは大丈夫ですね、うん、はい、そしてその他あんかけの材料が鶏ガラスープで、ブラックペッパーを今回効かせるということで、このあたりもちょっと温まりそうなメニューですよ ね、 ね、はい、では記者場さん何からしていきましょうか。はい、では、まずニラ玉の卵の中にいる具材から炒めていきますので、はい、早速、うん、ではフライパンに、はい、ま、油ですね、はい、入ります。しっかり温めた方がいいですね、フライパンも。そうですね、はい、そして玉ねぎから、はい、キクラゲですね、はい、まずは玉ねぎとキクラゲですね。ニラは後入れですか。そうですね、ちょっとニラはすぐ火が通りますので、はい、はい、まあ、ちょっと玉ねぎとかキクラゲが炒まってから入れてもらったんで大丈夫です。はい、これからの時期本当に寒くなりますから、ね、あんかけっていうメニューがもういい、ね、なんと魅力的なことか。これ卵と一緒に炒めるんじゃないんですか。うん、そうですね、まあ、ニラもちょっと最初に炒めておくと青臭さがなくなるので、はい、まあ、炒めておくのと、はい、卵と合わせておくと後でさっと炒めれますので。はあ、なるほど、炒め時間がね卵と具材で違うんですね。なるほど、はい、でニラが今入りましたね、うん、まあ、軽く塩をかけていただいて、はい、うん、もう味付けはシンプルなんですね、はい、そうです ね、 ね、はい、まあ、ニラはすぐ火が通りますので、はい、おお、まあ、このような感じで炒まれば、はい、お皿の方に移って、うんうんうん、ちょっと粗熱を、はいはい、取っておきます。はい、一旦具材は炒めてこれで置いておきますと。はい、そして、はい、続いては、うん、次は、うん、上にかけるあんの方、あんですね、あんかけのあんを、はい、作っていきます。もう近藤さん大好きですもん ね、 ね、僕ね、あんかけ本当季節問わず大好きなんで、もう心がねあ、ほっこりあったかくなりますよね。はい、まず鶏ガラスープ、はい、ボウルに入りましたね。そしてそこに、まあ、今日塩ですね、はい、塩割ですので塩と、うんうんうん、あと、あ、黒胡椒ですね、はい、あらかじめ最初に入れておきます。はい、でここに、水溶き片栗粉ですね。水溶き片栗粉も先に入れちゃっていいんですね。そうですね、まあ、後からでもいいんですけど、うん、最初に入れてずっと混ぜていくと簡単にできますので、まあ、ここで溶いておいてください、うんうんうん、お、結構あの最後に片栗粉を入れて、うん、入れる入れる、なんか結構ダマになっちゃったりとかみたいなこともあるんですけど、ここで入れておいてね、いいんですね、楽ちん、はい、でこれを、お鍋の方に移して、うん、はい、ほうほうほう、なるほど、なるほど、そっか、あと、まあ、ゆっくり混ぜながら、はい、火入れしていきます。ダマにならないようにってことですか。ちょっと放っておくと塊ができますので、うん、まあ、このように混ぜながら、うん、はい、火入れしていってください。はい、しっかりと。あんかけは北川さん、うん、今回ブラックペッパーと塩と鶏ガラスープという感じですけれども、メインの味付け、はい、他になんかこう味変といいますか、あります、なんか、そうですね、まあ、ちょっとピリッとさすなら唐辛子とか、はい、入れていただいてもいいですし、うん、まあ、カレー粉とかカレー粉にしていただいても、はい、大丈夫ですね、うん、なんかこう味を変えて、うん、なんかニラ玉以外のものにかけたりとかしてもいいかも、いろいろなんか美味しそうですよね。できそうですよね、うん、であんの方に火が通ってくるとだんだんこう透明になってきて、はい、とろみがついてきますので、うんうんうん、まあ、このような状態になれば、あと火が通ってます。少しとろみが出てくる。そうですね。とろみがついて透明感が出てきますね。はい。あとごま油を。はい。ごま油を最後に香り付けに。でこれは避けておいてください。はい。うん、じゃあいよいよフライパンが登場したということは、はい、卵の方ですね。はい。そうですね。はい。次卵を炒めていきます。はい。で、卵ですね、まず溶きます。うんうん、卵4個ですね。
しっかり溶いていきます。はい、まあ卵白を切るような感じで。うん、あ、はい、なるほど。記者場さんの手が3つぐらいに見えますよ今。もう分裂してる。このような感じですね。見えないぐらいになってますね。で先ほど炒めたあのお野菜ですね。ここで、はい、ここに、はい、入れておきます。なるほど、ここで入れる。はい。なるほどね。はじめからこう一緒に入れるよりはやっぱりここで、うん、そうですね。はい。で、まあ、軽くお塩をしていただいて、はい。でさっくり混ぜたところで、あと炒めていきます。うん、はい、お願いします。じゃあフライパン、フライパンをまずしっかりね、はい、温めておいてください。今触りました。大丈夫ですか？大丈夫です。熱くなかったですか？はい。別に変わんとか大丈夫かびっくりした。はい、サラダ油これ大さじ3も入るんですね。そうですね、あの卵料理は少し油多めの方が、あのふわっと炒まりますので、はい、ちょっと油多めでやってください。はい、で卵を入れていくんですが、岸川さん、これはあのポイントとしては油多めというのがポイントになるんですね、今回。そうですね、まあ、油を多めにしてで、まあ、手早く炒めるというところですね。あ、フライパンもしっかり温めとかないと、ね、その材料を入れた時に温度が下がっちゃう、うん、ということですよね。はい、なるほど。フライパンもしっかり温めて油も多めで焼く、うん、これがまず一つ目、はい、大事なポイントですね。はい、で今、岸川さん、ちょっとなんかスクランブルエッグみたいに見えるんですけど、うん、そうですね、こう少し混ぜながら、はい、まあ、全体を火入れしていくような感じですね。卵はこれまた焼く段階でこのやり方もポイントなんですか？そうですね、まあ、あの混ぜながら焼くことによって、はい、ちょっとまあ空気も含みますし、はい、まあ、ふわっと、はい、ふわっとね、はい、焼けます。完全にこう火が入ってるような感じではないですね、まだ。そうですね、あんまり焼きすぎるとあのパサついて硬くなりますので、まあ、少し柔らかめのぐらいですね、で焼いていただくといいと思います。しっとり焼き上げるのがいいですね。はい、なるほど。まあ、このような感じで、うん、ある程度こう炒まれば、うん、はい、これをこのボールですね。ボール？はい。ボール。こちらに用意したボールですね。はい、の方にこのようにしていきます。入りますか？あ、綺麗に入った入った。おお。で、まあ、少し軽く、まあ、固めてですね。これでなんかこうちょっとプリンみたいな形ができるっていう状態ですね。これをあと、お皿の方にですね、まあ、このような感じで持っていただくと。ああ、店の形やこれ。あ、すごい。もう後ろにひっくり返りそうになってますね。これ店で出てくるわ。そうですね、まあ、こんな感じで丸く固めていただいたものに、はい、出来上がったあんですね。へえ、はい、こちらをかけていただければ、はい、完成になります。ここで、このひと手間がプロだわ。へえ、これ家に出てきたら喜ぶね。あんがたっぷりかかりましたね。はい、こんな感じですね。はい、出来上がりになります。はい、これで出来上がりですね。今日のメニューはあんかけニラ玉です。さあ、どんな出来上がりになってるんでしょうか。近藤さん、召し上がってみてください。いただきます。はい。うわ、なんかもう見るからにふわふわ、美味しそう。どうですか？あーって。ありがとうございます。今日の栄養いただきました。いや、もうこれふわふわの卵と、あのちょっとこう塩加減の優しいあんかけがバランスが良くて、で具材のこの玉ねぎとかニラのシャキシャキ食感がまた合う、うん、そうですね、合う、本当美味しい。本当に先に具材を炒めて後で卵と合わせてということだったので、うんうん、それぞれの炒め具合がもう絶妙なんですよね。まいちゃん、これね、はい、黒胡椒結構入れてるじゃないですか。はい、だからあの噛んでいくうちにピリッとくるんですよ。うん、それがまたアクセントになって、うん、これビールとかにも合うし、あ、いいですね、もちろんご飯にも合いますよね。そのままご飯にかけちゃってもいいですよね。うん、美味しいかもしれない。ね、はい、大丈夫だと思います。うんうん、はい、またあん自体もいろいろアレンジできますからね。うん、うわ、そうですね。このちゃんの箸が止まらないですね。美味しいですか？あんかけ大好きですもんね。あんかけ大好きなんですけど、これあんかけの作り方、これマスターしとけば、はい、本当いろんな料理に使えそうですよね。はい、まあ、簡単にできますので、ね、はい、いろいろアレンジをしながら作っていただいたらと思います。うん、では改めて岸川さん、今回のお料理のポイントを教えてください。はい、まあ、大事なのは卵をですね、卵を炒めるところで油をあのちょっと多めに入れていただくとふわっと焼けます。あとは、うん、まあ、炒め始めてからあまり火を入れすぎないところですね、うん、になってくると思います。そうですよね。うん、はい、余熱でふっくら仕上げるというところも最後ポイントになってきますね。うん、はい、はい、それでは改めて材料を見ていきましょう。こちらです。
今回卵、そして具材がニラ、玉ねぎ、キクラゲ使ってますが、その他冷蔵庫のお野菜何でも入れていただいて大丈夫ですよね、記者場さん。はい、大丈夫です。はい、そしてその他下の方、鶏ガラスープから下ですね、があんかけの材料になりますが、こちら今回はブラックペッパー使ってますけれども、その他こうカレー粉だったりとか、なんかちょっとこう甘酢系にしてもいろいろ合うかもしれないですよね。いや、中華の定番のこのあんかけニラ玉、本当にふわふわの卵と心も体も温まるあんかけが美味しかったです。そうですね、あのあんがとろっとしてとてもいいと思います、はい、はい、動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。